美味しい旅、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャー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 ウエッセン。どうも、ハムです。おい、タミーがよ、ライブアブでエイブラハムなのに使わないとかなくない？使うわ。やっぱりエイブラハムの魅力って言ったら、やっぱこれ引き締まった肉体よな、ボディー。マジでマースラー、それタミーをやー言うて。まあこんだけスピード、瞬発、フィジカルコンタクトあるにもかかわらず、その辺のフィジカルバカと違ってしっかり足元もあるんよな。191センチという長身でこのスピードのドリブル、多分相当と早いよ。しかもフィジカルも80あるから出てらったけど、もう止まれウミレッシャーとかされん限り止まらんよ、マジで。で、アーシュラコントロールがあるから多分ボールキープしやすいし、ワンダッシュとコントロールが持ってますよと。おー、ええやん、ええやん。最近、レバンドウスキみたいなね、ゴール前で仕事するタイプのストライカーにね、私ね、心を奪われがちなんで、これ、エイブラハム、これ、バチッとハマるんじゃない？エイブラハマるなんじゃない？マジで。かなり期待しております。ということで、レッツ、チンポ、ブラブラハム。おい、しょっぱらからガチスカ全速力、マジで KY7、気合の坊主、絶好調。相手4222で、ね、ああ、なるほど、強いな。全くもって断るタイプのね、ドリブルでボール運んでシュートを打つタイプのセンターフォワードがいるということで、これはいい対比やな。一人でサッカーするのか、11人でサッカーするのか、どっちが強いか、証明してやるよ、マジで。X イコール YZ。行ってみよう、レッツゴー、マウント、ボールと、はあ、まあ、どっちかというと、チェルシーのイメージがさ、エブラハムは強いか、ボール取れましたね。フィジカルコンタクトが高いということで、ここでボール取った時も、負けない。スピードあるぜ、中向いてパス。うまくねえか、オーベルカム落ち着いて攻めていこうと見せかけて、ペドル使って、バババーン。ナイス。風見ろのケツ穴抜けて確定。メイソバとこっち。で、エブラハムが一回ボールキープしてから、なかなかアシュラコントロール持ってるよ、みたいなトラップしてくるやん。ありがとうございます。そう、逆サイド使っていかんとサッカーじゃねえからよ。で、ペドリがボール持って、ダブルタッチちょっと外してから刺す。痛い！相手がネイマールやから絶対コント持ってたら来たんかい、マジで。もう童貞がなんか普通に女に手出してくるみたいな感じや。蹴っとけ！蹴っとけって！トライ！蹴っとけ！よっしゃー！サザーシュート打たれたからな、全然攻めれてないけどな、なんとか生きとるぞ！さあ、というわけで前半に関しては、ただひたすらボコスカに攻められたんですけども、作戦変更だ！こういう時にすぐにプライドを捨ててから、ここにムバッペをぶち。ムバッペー！じゃあもう4-2-2で行くしかなくない？マジで。え？サンタスって4-2-2じゃない？ちょっと待って。もうこれでいっか。戻りなくなっちゃった !4-2-2-2! こうなったら、ウィンガルなんとかサイド突破してから、もうエイブラハムの頭にぶつけてから、もうシュート決めるみたいな、そういう感じでいこう。一回落として、どうしようか。エイブラハム一回つけますね。ボールコントロール。数値高いよ。パス出せるぜ！ピル、ここに拾ったらワンチャンあるぞ、マジで。ワンチャンあるっていうところがマジでミソ。隣重なせてボールを拾い上げると完璧。変わっちまった人気の間は動揺してるみたいな、フィジーコアルゼ。結構ボールタッチ細かっていうか、なんか柔らかいね、エイブラハム。さすがハムやから。ここ、飛び出せぬ。ペドリが拾って、こっち。いや、いいね、ピル。最後。いや、いいや、メッシ開いちゃってる。エブラハム使えて、メッシダブルタッチ。ここ、あえてね、クライフランスは、こんかけたかったっすわね。ピルルこっち、ペドリバンバン。そう、で、メッシ使って、このワンツーで行くと見せて、もうエブラハム行っちゃうか。バーストでファンダイクの切ってない方に行くだけで、抜けます。いけるぞ！うわぁ、クズボールと一緒に相手のディフェンスラインを突破したいと俺の夢が、エブラハムお前はクジラの男や！ここでボール待てシュートちょっと待って、エブラムちょっと待って。クライフ行きたいなぁ。でも、俺はエイブラハムを使いて、飛び出せエイブラム！このスピード !190cm 超新シュートラッキーエイブラムが！で、どこ行こうかな、どこから、今年の春はここ行こうか、ロバーソンが頼ます。いいですね、ペドリから、クライフが空いてるんじゃねえのか。エイブラさん。撃てこのリア、ぶち抜き！お前は今日からエイブラハムじゃねえ、エイブラジェルミートや！なんという高速の美しいで困つ、ボールを奪い取る、なんじゃそのなんか、くだらしで、いかつい思いないな。おい、しかも舐めたことつくれとるやんけ、タイム。クソガキは調子乗りやがって、もうルメリギぶち込んだろ。ベッド帰ってきたら、甘いベッドなんて入れとる時点でお前負け。で、ルメリギからエブラム使おうから、甘い、これサイドゆっくり行くわけよ。急がば回れってやつ。落としてから急がば回れ。ペドリからこっちで急がば回れ。隣バンバン。回れ回れ回れキュキュ、いや、回るなお前空回っとるって。リュディが落ち着け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 、このディフェンス能力。甘い、ロバスを蹴って。そっちちゃうだろ、お前のせいでこの上沈むぞ、マジで。なんとかしろ、なんとかしろ、なんとかしろよ、マジで。ピータチピタチだけ、結局信用できるのはピタチだけ。くだらねえ、くたまれよ。でもなんか動かしとる感じさ、レバンドウスキみたいな感じは若干重たいからとか思っとったけど、これ軽くね。まあ、全体的な数値が高いからか分からんけど、めっちゃドリブルしやすいっすよ。あちらコントロールのせいかな。普通にボール回しとかもできるし、パス上手かったし、で、シュート打ったら入っちゃったみたいな。今回も、おい、こうちゃん。で、相手は4-1-2-3で総合値に囚われてしまっている。数字のことで考えたらこういうやつだね。馬が合わない、牛選ぶワンチャンあるぞ。うわ、クソったり、フィジコンあるからな。意外とね、前でボールどつけたらワンチャンボール、お前がやるんかい。完璧。これはね、インタビューするパスで、エブラム、ワンタッチシュート。早くねー
はいやお前、トラップ優しすぎんか。お前、外カリカリ、中ジューシーかよ。フィジカルコンタクトぶつけたら相手をぶっ飛ばし、そしてボールを触ったら柔らかいタッチ、どういうことだ。リボンの月、ザークがお前の時代はもう終わったんだよ。時代はエイブラハムを選んだんだ。ドメガの加害中できるかな。でき、あれあれ、こういうミスがあるから、人生はやめられねえ冒険だぜ。クライフから、エイブラハム、お前抜け出しとんじゃか。スピード一歩目が速い。フィジカルで突破、シュートぶり、あ、やっちゃってるわ、これ。ていくらぐらいで今、エイリゴールと変えるぞ。あ、これ、フライスルーパスでいけそうじゃない。エイブラハム抜けそうじゃない。ワンチャンあるよ、これ。ラインブレイカー更新中。つまり、こうだ。目つぶしくなってムスカになっちゃったけど、それなかったら全然前手からシュートぶち込めとったよな。やりたい放題かば。やりたいことややめたいことやめて、エイブラハムだ。オッケーオッケー。取れるぞ。あー、待って、なんか変なとこ行ってるわ。ここでボール持ったら、とりあえずエイブラハムにぶつけると。そう、裏抜けだけじゃなくて、ちゃんと空中でもできる。これがこいつのやべえとこだ。ずってんのよ、ベルカンプ行っちゃってすれば。うまい。で、ここからメッシ。俺たち。行くしかないな。すれば出すしかないな。ベガブ、行けー。おい、めちゃくちゃええやんけ、こいつ。ベガブ、絶好調のバフがあったから、あそこまで行っとったと思ったら、もともとあるんかい、そのポテンシャルが。ピルロも乗ってこい。君引き取ったら、取ってくれよ、君引き。事故だけはやめてくださいよ。ボールだけは乗らんといてくださいよ。ペルババ、うますぎて草越えて、ここに。エブラハム、サイド。ここでマウント使って、一発こっち。で、抜いて、もうちょいキープ、エブラハムと。ベルカンプ、だが、それでヘッド。エブラハムがボールキープして、サイド使って、これマウントから、次ベルカンプ使って、エブラハム。これ抜けます。いけ沼。ロバソン、ナイス。エブラハムが回収してるパス。いや、タッチ柔らかくない、やっぱあいつ。ボールコントロール80とかしかないはずなんやけどさ、普通になかったら89くらいある。いや、お前も喋るの後だ。エブラハム、お前の決定力を見せてくれ。嫌だ、ベルカンプがあと1つ来ます。うわー。いや、レバントウスキはさ、ボールコントロール89くらいあるんやけどさ、それをはるかに超越したけど、トラップが。いや、これ皆さん来ましたよ。ヤゴピカチュウ以来の使用感ピーポーよ、これマジで。エブラハム、これパス出して、あ、この辺はちょっと重たいから若干さすがに厳しかった。ロバソン、え、ファールもらってんねんけど、ちゃうねんかーい。エブラハムからサイド使って、マウントダブルタッチ、時間潰して、エブラハム抜け出して、シュート、ニアだ。キャー、だがしかし、アイドキャー。えぐい、こいで、えぐい。油で潤っちゃってるよ、こっちは。もう入荷するから、マジで立ちていいから、俺は。はまんねえ、あいつ。いや、そのなんか、ある程度決定力を持ってくれるんやったらさ、そのボールコントロールのところに関しては目つむろうかなとか思っとったけど、その辺のセンターオイドにうまい。完璧。ムアップ、ネイマール、スターリング。はい、完全に言う通り履き違えちゃってるね、これね。ドリブルでいっぱいボール運んだらええと思ったら、大きな過ち。結局、ワンタッチ、ツータッチ、前向いてフォーパックしたら一番強いんやから。なんか気づいたら前半終わっちゃった。いや、見どころなさすぎて前半動画にできるかどうか怪しいけど、ここで、仲間呼んじゃうか。ザリオーロ、やっぱり同じローマの人間をぶち込むことによって状況は変えれると思いますとか思います。はい、どうじゃね。そうだな、ネイマールからエイブラを使わずネイマールを走らせ、これもエイブラハムインパクトクロス案件だろ。間違いなく、どこ行った。いや、ちょろちょろチャンスはちょろちょろしてんだけどな、全くそれがなんか物になって変な。エイブラハム交差入った、この身長不思議る。うわー、これ後ろから行ってる。ナイス、ダニオールぶつけていく守備数値あるぜ。エイブラハム使っちゃえ、スピード瞬発で勝負するわ。これドリブルいきます。やめた、すればさ、圧倒的ピリの中。そうで、クライフがボール、前持ってシュート。前持つ人なかったかもな。リディガー、取り出してこい。フォワードぶっ潰せ、それまで潰せないのか。ダニオル怪獣。すればさ、エイブラハム、お前は。飛び出したろ、シュート叩き込め、パスだったな、それは。またボールでエイブラハムゾーン行ってますやん。で、ドリブルで一気に運んでいくと見せかけ、中、ドリブル行くと見せ、もう一回転、この回転力で君引き。バスト。そう、一回止まることで、相手をずらし、クライフで OK! いい加減にしなさい、君たち。そろそろ決まってくれてもいいんじゃねえか、ピルはここだ。エイブラしか、なぁ！いけー！おっしゃー！フジカルコンタクトのあれが相手のワンキー！めっちゃサッカー美味しい！ダミー、感謝感謝！おい、すげえ、こいつマジでって、こいつ！なんだこれ、マジでエイブラハム使ったら普通に試合勝ちまくってて、くさーくさーくさー。おい、レバンドウスキゲットしてからテンション上がったったらエイブラハムでよくねー。で、ベルカンプでコース切りますわ。ここしかねえよなー。間違いで4-2-2の開幕がこれで決まってるよ。ペドリここすります。エイブラハム抜け出した。ここは一気に縦サンバ、アブアブアブラブー。身長高い人間のスピード感半端ねえからな。80とかでも95くらいあるけん。メイソンマウント、はははフォワードゾーン、エイブラハム、なるほど。と見せかけて、さてエイブラハムがパス逃げると思ってからスピードを生かしていき、縦突破してやろう。アイカード、オラ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 。ジャババリオス取れるな。ワーサーってでかすぎ、マジで。ロナウジョ、そういうところの見せ目が良くないな。マウント堅実サッカーする、それが非常に重要。前向いてかすれます。ここのパスうまいんじゃね。ワンチャンあったが、ウパメが出てきたな。メイソンマウント、すれます。エイブ
や、動き出す完璧、シュート、ワンタッチが刺さらない。弁外と一緒ですよね、マジでね。ペドリ立てば、おー、いいやつ、ビッグ、ワンパピル、ピザ、エロハム、すいません。ここで優しいパスも出せちゃうから、間違いにハムはやわかさも兼ね備えてんのよ。おぉ、こちらのゴールキーパーやりすぎでは。こんだけガンガンシュート打つと決まらんとか、マジでエブラハムがとどめ刺します。いっちゃって、ペドリなんか、いけ、誰がベルカンポー。これ最終的に勝ち点1を分け合うみたいな、しょうもない未来が俺には見えるぞ、マジ。これやめてくれよ、この未来だけは。しまうけどボール持ってからビルドアップしようと思ったけど、やーめた。エブラハム使うとこ早くね。これ口で勝ちます。勝てませんと見せて勝ってます、マジで。最後ボール持ってるこっち、メソモト、スルーバスエブラハム、抜け出しとんな、技値軽いぜ。インパクトシュート、この状況で、いや、シュート優しい。いい加減ゴールキーパーそろそろミスってほしいところでありますけどね。これあえてこの辺切りまーす。メイソンマウントドーン。いや、これいけるな。ナイス。またでかすぎた。身長がゆえかロバーソンの手パス、エイブラハムボール持ってからクルクルクルって前向いてサイロス買うか。でザニオロがもう一回クルクルクルと見せかけてそのまま中来ます。エイブラハムじゃなく、いや、使っていきたかった、あの男。なんとか構想を切ってくれ。おい、ピールの仕事サボんな、マジで。ピールの仕事サボんな。ピールの仕事サボんな。カーソル全然合わん。メッシ、ここすれます。いける。エブラハム信じろ。いや、ザニオールが構想ついてきます。一気にメッシできた。これがザー、もう勢い余りすぎて、もう入ってとるやん。マジ、ペドリ最高か。そういう暖房のパリだ。んー、エブラ。あー、タッチでかかった。これはしゃあない。メッシ、エブラ。じゃないんだなぁ。ザニオロなんだなぁ。おいおいおい。死んだわ、俺。メッシもらってこい。君引くんがいた方がいいんじゃないのかな。エイブラハム、これ守備にも貢献していくと。ファーストラッチ完璧。これスルーパス。エイブラハムしとけ。ナイス。ザニオロか。トップだ！縦に行け！おぉ、すげえ！遠回りや！急がば回れってやつ。おいおい、ボートラドローが。もっこり。ザニオロ。いや、裏抜けなんじゃねえの、エイブラハム。突っ走り、エイブラハム、フィジカル！こういうこともアブラハムできますよ。アブラハム、インパクトクロスだ、アブラハムだ。ロバーソン無理か、デパウルか、まあ、でもドリブルしてこんやろうと思ったらしてきた。リュディガーコース、リュディガーコース、リュディガーコース。うわ、キモい。これ同点とかだったけど、このまま試合終わる感じ許せません。こっち、そう、これ止まり。恐ろしいのは融合的で偉い無能な味方だー。